中国においてこの農業が始まった頃に旧石器時代の、伝統を引き継ぎながらもそれまで、使っていなかったさまざまな道具を生み出していきます。その中でも装いに関わるものはこれは実際の生活の必要よりもそれを身につけた人の身分でありますとか、社会的な役割を示すという、装いのための道具が発達してくることがこの時代の最大の特色であります。農業の開始とともに、一番多く使われましたものは耳飾りでございますね。この右上の真ん中がその耳飾りで円盤型のもので一箇所切り欠きをつけております。これは専門的な用語では欠状耳飾りという難しい呼び方をするものですが、これはピアス式の耳飾りですね。この切れ込みのところに耳たぶを挟み込んでこの輪っかを耳の穴にはめ込んでぶら下げるというこういうふうなそれまでなかった装いのものが登場していきます。